理系バトルロワイヤル世は令和 N 年かっこ N を1以上の自然数とするかっこ受験戦争を勝ち抜いた悪の理系学生による理系狩りが横行する理系戦国時代私立の U ワルセラ大学による全欧大学への奇襲攻撃が発生一人で立ち向かい見事予言正しを倒した三之助であったが麗子はワルセラの天才の二刀部に捕まっていたごめんね三之助くん私が逃げ遅れたばっかりになぜだかわからないけど今日はすごく足取りが重くて麗子ちゃんそれ完全に服装のせいだよね今日デートだから気合い入れて着てみたの十二人へいや平安時代の世界観令和にそれはさすがに草越えて枕の草子だねバカめくだらぬ文学の真似事などしているからだくだらないこれは平安時代後期高家女子の正装よ黙れ服装なんてユニクロのチェックシャツに黒スキニーで必要十分だあなた物の哀れというものを知らないのごちゃごちゃ抜かすなそうやって口答えするなら何よ 84×97 レイコちゃん危ない3どういう計算ミス2桁掛け合わせて3になるわけないよねごめん私計算弱くてレイコちゃん体に負担がかかるからこれ以上喋らないででも三之助くんのことずっと考えてたからつい数字がそれで3三之助の3言葉遊びで解を出すこれだから文系はろくに計算もできないくせに俺様に立てつこうなんざ100の3兆年早いわ 76×56 レイコちゃん残念答えは4256しにころ文系お好みの言葉遊びだけどいかがかなおい二等目いい加減にしろよあ聞こえねえよ 27×109 2943憎しみってかどうした善の心を持つ善王大学の規則では他人への攻撃は厳禁じゃないのか大切な人を守るためなら迷惑の分別なんてクソくらいだ随分とこの文系女に肩入れするじゃねえかそれはじゃあ仲良くシェアハピってことでどうだ十二人を素因数分解して素数枚分脱がしていくっていう最高に刺激的な遊びは少しでもそんなことしてみろ今度はお前を地獄の底にいや二次関数のグラフの底に突き落としてやるそれは楽しみだな三之助こちらの問題はテンパズルだ制限時間は30秒またか説明しようテンパズルとは指定された4つの数字を四則演算に用いることによって解を10にするというゲームである指定の数字は1919だクイズスタートサノサノ惑わされるな三之助シンプルそうに見えてこれは超難問だ例えばこれが1911ならば 9+1+1 マイナス1もしくは9×1+1 1×1など1+9=10の式を元にした解き方があるけそんな簡単な式を使うはずはないしほらほらさあ解けないと俺がお前の大切なことを1919いくいくしちゃうよルル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 あの野郎俺のレイコちゃんをレイコちゃんをうのうのすけまずい冷静にならねば感情や情緒を司る右脳が働き出したかいまあ目の前で自分の女が犯されかけてたらそうもなるさしかし数学において大事なのは理性を司る左脳の方これで勝負あったなさああと10秒だ10 9 8 7落ち着け脳で見えるのはイメージ記憶のみこれは計算の邪魔でしかないあうんこの問題まさか6543予言が出した問題とほぼ同じだ21うの9×1+1÷9÷10だな、なにさの9
なぜだ、あれだけ右脳が活発になった状態で計算などできるわけ。数式を並べていくうちに解いたことのある形にたどり着いたんだ。数学は時として右脳のひらめきも必要だろ。くしくもあんたの弟子が用意した問題でね。まさかこの俺が負けるなんて。確かにあんたはすごい。ただすごすぎるあまりに予言もあなたをリスペクトした類似問題を出してきた。非常に有効な過去問対策だったよ。くそ。ああハケ、どうしてワルセダはいきなり全王に奇襲なんてかけた。それも理系文系問わず言え。それは言えない。言ったら本格的に殺されちまう。何？なあ三之助、この世のすべては数学的に導き出されると思うか。どんな事象も限りなく数学的に表現することは可能だろう。お前はまだ平方根の中の蛙だな。何？外にはもっと恐ろしい奴がいる。美しいと思っている数式じゃ表しきれない醜い醜いモンスターが。誰だ？それは誰だ？おい二等兵。醜いモンスター、誰のことだ？レコちゃん大丈夫？三之助くん、私また空回りして三之助くんに迷惑かけちゃった。いやそんなことはない。え、レイコちゃんが文系の素晴らしさを教えてくれたおかげでこの戦いに勝利できたんだ。そうなの？ああ、左脳と右脳がうまく手を取り合って正しい解を導き出したというか。じゃあ私たちも手を取り合うっていうのはどう？まあこの条件下で経過を観察するというのも悪くはなさそうか。何それ、もういいから行こう。こうしてワルセラ大学のボス二等兵カイを数学の力によって倒した三之助。しかしこれは悪の理系組織のほんの一部に過ぎない。今後二人にどのような災難が降りかかるか、まだこの時は知る由もなかった。じゃあどこに行きたい？三軒茶屋とか結構好きで。あ、おしゃれだからってこと？うん、あとは四ツ谷か五反田か。いや、数字が入ってれば何でもいいってこと。デート楽しみだね。不安だな、理系男子。